はい、みなさん、こんにちは。トイク対策、盲牛チャンネルの盲牛先生です。今回もですね、トイク800点レベルの単語を10個見ていきます。それでは早速ですね、10単語の意味がわかるかチェックしていきましょう。では行きます。profitable, profitable, Crucial crucial, correspondence, correspondence, profession, profession, consequence, consequence, consequently, consequently, coincidence, coincidence, coincidence leave, はい、どうだったでしょうか全部意味パッとわかりましたかね、えー、今回はこの10単語を例文の中で確認をしていきます。では早速ですね、1単語目からいきましょう。Prof itable, profitable, profitable はい、この単語の意味ね、わかりますかねこれを例文の中で確認をしていきますが、えー、今からですね、音声を2回流します。で、音声を聞きながら、例文の意味もぜひね、わかるかなってチェックしてみてください。それではですね、音声を流していきます。The entrepreneur identified profitable the market venture niche launched successful business in and a a The entrepreneur identified a profitable niche in the market and launched a successful business venture. はい、この profitable っていうのはですね、えっと、儲かるとか利益になるっていう意味ですね。 あの、動詞のプロフィットに利益を得るみたいなね、あの、プロフィットフロム何々で何々から利益を得るみたいな言い方がありますけど、プロフィットできるから儲かるっていうことですね。で、the entrepreneur、これもなかなか難しい単語ですけど、これ起業家って意味ですね。日本語でもアントレプレナーってひょっとしたら言うかもしれないですね。the entrepreneur identified その起業家は identified 突き止めましてよ、特定しましてよ、a profitable niche、えー、この profitable は利益になるで、ニーシュってのはニッチ産業のニッチのことですね。市場の隙間とか分野のことですね。あのこれはニッシュ っってていいいうう風に読読むむ場合とニッチっていう読む人がいますこの声優さんはニッチって言ってましたね。えっ、ー、とまあ利益になるニッチを見つけましたよ。特定しましたよ。In the market 市場の中で。そして Launched a successful business venture え。えっと launch ってのは、えー、と立ち上げるとか開始するとか発売するで、えー、成功したビジネスベンチャーですね。まあベンチャーはまあベンチャー企業のベンチャーなんですけど冒険的事業のことですね。これを、えー、と立ち上げましたよ。そしてそれが、まあ、成功したものでしたよってことですね。その起業家は市場において収益 適性の高い隙間を特定しビジネスベンチャーを立ち上げ成功しましたという意味になります。The entrepreneur identified a profitable niche in the market and launched a successful business venture.The entrepreneur identified a profitable niche in the market and launched a successful business venture. はい、OK でしょうか。こんな感じでですね、残り9単語もやっていきます。それでは2単語目に行きましょう。Crucial Crucial はいこれね意味わかるでしょうかえー、これも例文の中で確認をしていきますえー、音声流しますので聞いてみましょう This product success is crucial to the business's future growth and profitabilityThis product success is crucial to the business's future growth and profitability この crucial っていうのはですね、重大なとか極めて重要なっていう意味です。で、this product's u c c e s s この製品の成功はえ極めて重要なんだと。to the business's future growth、この企業の future growth、将来的な成長性、そして profitability、profitability はえ収益性ですね。profitable、儲かるの、儲かり加減ってことなんで、profitability、収益性です。収益性においてもとっても重要だってことですね。 この製品の成功はその会社の将来の成長と収益性にとって極めて重要ですっていう意味ですね。This product's success is crucial to the business's future growth and profitability.This product's success is crucial to the business's future growth and profitability. はい、OK でしょうか。では次いきましょう。3、えー、単語名です。Correspondence.Correspondence.

はい、コレス d ンデンスっていうのはですね、えーと、通信とか連絡、なんかメールとか電話の連絡の取り合いのことですね、えー。ちなみにこれはですね、えー、とコレスパンドっていう、えー、動詞があります。コレスパンドっていうのが連絡を取り合うっていう意味なんですね。で、これよく見てみると、レスポンドっていうのが入ってるんですよね。レスポンドって返事を,返事をするじゃないですか。レスパンドって。で、コールってこ,うこの部分ですね。この部分が共同とか一緒にとか、あとお互いにみたいな意味があるんで、お互いに連なんかこう返答し合うから、 連絡を取り合ううっていう意味なんで、すねでそれの、えーと、これに円数がついて、お互いに連絡を取り合うこと、通信連絡っていう感じで覚えておくと、僕は覚えやすかったですね。はいまあ、そんな感じなんですけど。はい。えー、Prompt and Professional Correspondence え。えーと、Prompt ってのは、迅速なとか素早いっていう、えー、形容詞の意味があります。えー、迅速でプロフェッショナルな通信、まあ、連絡の取り合い、With Clients、えー、顧客との、は、is crucial、えっと、すごく重要ですよと。For Maintaining、維持するのにとってですね。 ポジティブ・レレーションシップス・アンド・ブ i ディング・トラストあここはメインテイニングとビルディングがこのアンドでつながれてますねごめんなさいえっ、ー、と,、えー、とポジティブ・リレーションシップなんで、まあ、前向きな関係を維持することおよび、えー、と信頼を構築するのにとって重要ですよってことですね顧客との迅速かつプロフェッショナルな連絡は良好な関係を維持し信頼を築くのに極めて重要ですっていう意味ですね Prompt and professional correspondence with clients is crucial for maintaining positive relationships and building trust. Prompt and professional correspondence with clients is crucial for maintaining positive relationships and building trust. Profession Profession I'm not interested in working in sales. Because the profession seems too stressful for me. I'm not interested in working in sales because the profession seems too stressful for me. はい、この profession っていうのはですね、職業っていう意味です。で、profession にあるがついたら professional 職業のっていう意味になるってことですね。profession は職業です。で、I'm not interested in working in sales えっと、営業で働くのには興味がないですよ。because っていうのも the profession seems このプロフェッションっていうのはその営業職ってことですね。営業のこの仕事は seems too stressful ちょっとストレスフルすぎる for me 私にとってはそういうふうに思えるよってことですね。 営業で働くことに興味はありません。営業職はあまりにストレスが多そうだからですってことですね。I'm not interested in working in sales because the profession seems too stressful for me. I'm interested in working in sales because the profession seems too stressful for me not too for the stressful sales because はい、OK でしょうか。ではですね、次いきます。えー、5つ目ですね。コンセクエンス。e ンセ e エンス。はい、この単語ね、知っているでしょうか。えー、これも例文の中で、えー、と確認していきましょう。 The decision to delay the project launch will have serious consequences on the company's market share. The decision to delay the project launch will have serious consequences on the company's market share. The decision to delay the project launch,

The decision to delay the project launch will have serious consequences on the company's market share. はい、えー、これで前半は以上ですね。はい、それではですね、後半も頑張っていきましょう。まず、六、えー、単語名です。Con sequently. Con sequently. はい、この単語の意味ね、わかりますかね。例文の中で確認をしていきましょう。 the poor financial performance of the corporation resulted in a decrease in the stock price and consequently some major investors sold their shares the poor financial performance of the corporation resulted in a decrease in the stock price and consequently some major investors sold their shares はい、この consequently っていうのはですね、その結果っていう意味ですね。さっきやった consequence 結果とか影響の、えー、と形容詞が consequent 結果のとか結果として生じるっていう意味で、それの副詞が consequently その結果ですね。 で、the poor financial performance その、えっ、ー、と、劣ったとか悪いですかね。悪い、えっ、ー、と、まあ、金銭的なパフォーマンス。まあまあ、経済的というか、金銭的にひどい業績ですね。of the corporation その企業の、それ、その悪い業績が、resulted in 結果として何々になりましたよ。何々という結果になりましたよ。a decrease in the stock price 減少 in the stock price ストックプライスは、えー、と株ですね。株価の下落につながりましたよ。and そして、consequently, あ、そうそう、ここは、この and はですね、こういう文が1個あって、そして&、この後もう1回文がきます。主語動詞まあっていうか説なんですかね、がきますね。そしてその結果ですね、その結果、some major investors が sold しました。えー、いくらかの大手大手というか、まあ主要なインベスターズ、えっ、ー、と、投資家たちが sold their shares、えー。自分たちのシェア、株を売りましたよってことですね。 その会社の業績不振により株価が下落し、その結果、一部の大口投資家が株式を売却しましたという意味になります。はい、OK ですかね。では次いきましょう。 7単語目です。コインシデンス。はい、この単語ね、意味知ってるでしょうか、a、例文を見ていきましょう。It was a coincidence that our はい、coincidence っていうのはですね、偶然の位置とか同時に起こることのことです。で、これはですね、動詞にコインサイドっていうのがあるんですね。コイ i サイ i d e with 何々で、何々と一緒に起こる、同時に起こるっていう、まあ、これ動詞があります。で、コインシデン d っていうのが、えっ、ー、と、これが同時のとか同時に起こったっていう形容詞で、実はこの incident っていうのが、あの、インシデ d e n って出来事じゃないですか。で、コってのって一緒にって意味ですよね。だから、一緒の出来事だから同時のとか同時に起こったっていう意味で、でコインサイドだと、 同時に起こるででコインシデンスが同時に起こることだから偶然っていう意味になりますねこれ一緒に僕はまとめて覚えたというかもとも一個一個覚えたのをこうやってつなげて覚えましたかねはいまあ一応こういうなんか単語群がありますはい で、it was a coincidence that なんで、この it はざっと以下のことを指してますね。えっ、ー、と、ざっと以下のことは偶然の一致だったんですよですね。どう何がかっていうと、our company's product launch が、えっ、ー、と、私たちの会社の、えー、と製品発売、製品の発売が、happened、起こったよ。on the same day, えっと、同じ日に起こったよ。as the our competitors. t ンペティタは、えー、競合他社ですね。競合他社のものなんで、競合他社の製品と同じ日に起こったのは偶然ですよってことですね。 当社の製品発売が競合の会社と同じ日に行われたのは偶然でしたっていう意味になります。はい、OK でしょうか。ではですね、次に行きましょう。えー、8単語目です。Leave。Leave。はい、この単語ね、えー、と名詞の意味ですね。これも、えー、例文の中で確認をしていきます。 i was glad to be able to take two days of paid leave to spend time with my family when they came to visit i was glad to be able to take two days of paid leave to spend time with my family when they came to visit のリー e は動詞だと出発するとか猿なんですけど、えー、と名詞だと休暇っていう意味になります。よく paid leave、有給休暇っていう言い方が使われたりとか、あとは s i c k leave、えー、病気の休暇、病気休暇とか、あとは parental、これパーレントですね。parental leave で育児休暇とかいう言い方でも、えー、使われますね。まあなんですけど、 I was glad to be able to take、えー、取ることができてよかったよ。2 days of paid leave 2日間の、えー、と有給休,休暇取れてよかった。To spend time with spend family my、えー、私,私の、えー、と家族と,、えー、と時間を一緒に過ごすですね。When they, この they は、えー、と家族のメンバーたちですね。When they came to visit、えー、彼らが、えー、と訪問しに来てくれた時ってことですね。家族が訪ねてきた時に一緒に過ごすため2日間の有給休,休暇を取れてよかったですという意味になります。 I was glad to be able to take two days of paid leave to spend time with my family when they came to visit. I was glad to be able to take two days of paid leave to spend time with my family when they came to visit. Thrilled. Thrilled. We are thrilled to announce that we will be releasing this new line of products next month. We we will new are thrilled announce be releasing line next that products to this of o n m はいこの「thrilled」っていうのはですねワクワクしたとか大喜びしたっていう意味です。でこれは「thrilling」っていう単語と「t h r i l l っていう単語と一緒に覚えておきたいですね。まず「thrill」がワクワクさせるとかゾクゾクさせるっていう意味です。で「thrilling」っていうのがワクワクさせるような。で「thrilled」がワクワクしたワクワクさせられたってことですね。これは「excite! exciting, excited と同じですね。まあ、thrill も同じワクワクさせるっていう意味ですね。まあ、ゾクゾクさせるとか。で、ゾクゾクした感じがスリルってことですね。まあ、なんですけど、えー。We are thrilled 私たちはワクワクしていますよ to announce that 以下のことをざっと以下のことを発表できてですね。We will be releasing this new line of products. 私たちがリリースすることになっている、でこのニュー新しいラインナップですね。このラインっていうのは、なんかラインナップとかシリーズぐらいの意味ですね。Of product、製品の新しいシリーズですね。をリリースすることになっていますよ。Next month、来月ってことなんで、来月この新しい製品シリーズをリリースすることを喜んで発表いたしますくらいですかね。We are thrilled to announce that we will be releasing this new line of products next month. We are thrilled to announce that we will be releasing this new line of products next month. Acquaintance. Acquaintance. I ran into an old acquaintance from college at the grocery store, and we caught up on each other's lives. I ran into an old acquaintance from college at the grocery store, and we caught up on each other's lives. Like、an acquaintance っていうのはですね、知人っていう意味ですなんか友人ほど親しく,しくないんだけど知ってる人ぐらいの感じで使われるみたいですね。で、I ran into ばったり出会いましたよ。an old acquaintance from college 大学からの古い知り合いに at the grocery store.Grocery store っていうのはまあスーパーマーケットみたいな食料雑貨店ですね。And そして、we caught up on each other's lives. キャッチアップが追いつくで、まあ、キャッチアップを何々で、何々について遅れを取り戻す。なんで、自分たちの生活とか人生について遅れを取り戻す。だからまあまあ、お互いにこういうことがあるんだよね、みたいな話について、お互いに遅れを取り戻す。近況報告し合うぐらいの感じですね。食料雑貨店で大学時代の古い知り合いにばったり会い、お互いの近況を話しました。くらいですかね。I ran into an old acquaintance from college at the grocery store, and we caught up on each other's lives. I ran into an old はい、OK でしょうか。これで10単語全部終わりましたね。えお疲れ様でしたえ。今回もですね、10単語全部分かったでしょうか。あとは例文もですね、パッと意味取れたでしょうか。もしね、例文の意味やっぱり取るの難しいなっていうところも、まあ、あると思いますので結構難しいですからね。はい、難しいものはぜひですね、何度か一緒に、まあ、例文の音声流しながらシャドーイングというか、まあ、オーバーラッピングしてみたりすると、えー、と定着ね、していくかなと思います。 それでは今回の動画は以上になります。が、えー、最後にお知らせです。僕は現在ですね、毛牛先生のメルマガというメールマガジンを配信しております。二、えー、2週間に1回ですね、英語の長文の解説動画を配信していますので、リーディング力をもっとアップさせたいよっていう方はですね、えー、まあ興味があればですね、この動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、見てみてください。それでは今回の動画は以上になります。今回の動画もね、役に立っていれば幸いです。では引き続き英語学習ね、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。